寝てる。傷を回復するための眠りか。ごめん。ごめんな。もう少し待ってくれ。兄ちゃんがきっと人間に戻してやるからな。かずみさん、大丈夫ですか？婚約者を失って大丈夫だと思うか？かずみさん、失っても失っても生きていくしかないんです。どんなに打ちのめされようと。お前に何がわかるんだ、お前みたいな塊！俺はもう行きます。これを。この中に、さとこさんの持ち物があるといいのですが。君も同じだったのか？そうなのか？ひどいことを言った。どうか許してくれ。すまなかった。痛ましい手、固く鍛え抜かれ分厚い少年の手ではなかった。かずみさんは本当なら何事もなく幸せに生活できるはずだった。でもそれは一瞬で壊された。俺だけじゃない。どれだけの人を殺し痛めつけ苦しめた鬼舞辻無惨、俺はお前を絶対に許さない。絶対に。